エンジョイパチンコライフ。ピンマッ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、ヘイテンくんです。本日は埼玉県草加市にありますドッグ草加店さんに来てますということでね、2ヶ月ぶりのね、ドッグさんでございますということでね、なんでもあいつがついにね、入ったらしいんでね、ちょっとね空いてるかどうかわかんないんですけど、やっぱね、あれみんな見たいでしょということでね、早速行ってみたいと思います。入店やってきました。ドック草加店さん、それでは早速店内のデータ見に行きましょう。はい、バジリスク60回93分の1、すごい。お、こちらのキャッツアイのお客さん、液晶5090枚オーバー、信頼のこちら、忍び魂2、関数字の2だけど2、メーカーさんに確認取ったよ。おお、高架機動隊、すごいね、46だって、53分の1だしね、結構出てたんじゃないかな。こちらでございます、みんなのジャグラー、ね、ついに入りましたよ、ミンジャグ、ね、ただね、やっぱ強い台はね、お客さんが打ってんなあ。どうも、ありがとうございます。えいえい。すごい、こちらのお客さん、ビッグ44の、レギュラーが30回、ね、合成確率が108分の1、すごい。あ、どうもありがとうございます。えいえい。あ、どうもありがとうございます。えいえい。さあ、どうしよう。ちょっとね、アキダイのみんなのジャグラーはね、ちょっとデータが弱いんだよな。いや、でもできれば打ちたいな。あ、どうもありがとうございます。お探せしております。あ、どうもありがとうございます。えいえい。どうもありがとうございます。失礼いたします。あ、すいません。お邪魔しております。あ、どうもありがとうございます。えいえい。あ、どうもありがとうございます。えいえい。ちょっと弱いな。144。あ、どうもありがとうございます。あ、頑張ります。やばい。見つけちゃった。105分の1だって。なんで開いてんだろう。うわー、ミンジャグ打ちたかったな。ちょっと一応押さえとこう。いやー、できればみんなのジャグラー打ちたかったです、僕は。すごいいい台だな。いや、結構いい台いっぱいあるよ。121分の1、こちらのお姉さん打ってるの。8000回転回して32の36。いやー、あ、こちらは、マーサが、なんかやらかした、スカイガールですね。いやー、どうなんだよ。なんか難しいな。俺だったら民弱打っちゃうよな。セオリーで言ったら絶対ニューエムジャグラー EX だもんな。やめた。133分の1ビッグ17のレギュラー21、5000回転133分の1合成はあっちの方が軽いけど、やっぱみんなのジャグラー見たいよね。じゃあこいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで、ヘイテン君が今回選んだ台は、北電子さんのみんなのジャグラー、行ってみたいと思います。初打ちです。いたらの点があったらごめんなさい。お座りパッチャース、いいよ。残念。中押しが面白いと打ち方一応聞いてきました。まあこの時は右左フリーで、いやドキドキするね。あ、ブドウ、これがね、変則でこう777ブドウブドウってなるんですけど、中押しすると、ブドウです。ブドウ。あとはね、こうベルリップリップでリプレイとかあるらしいですよ。なかなかこう常駐団に止まりませんな。だけど残念、50枚じゃ引かなかった。現在ね、このリプレイ図柄のネズミくん、ネーミング募集されてます。なんでもね、採用されるとお好きな家電を1個、お好きな家電ですからね、どんな家電でもいいわけですよ、ね、ぜひね、応募していただいて、特別賞とかもねあって、あれ、これリプレイじゃないの？
あ、そういうこともあるんだ。残念、追加倒し。150枚目。どう？いいよ、ブドウ。いいよ、ブドウ。おお、出てきた、出てきた。なんか話しないとダメなのかな。お、やっと止まってくれました。この時は一応注意はベル、まあ右敵と、これね、ベルが取りこぼしがないんで、テンパしなかったら左にチェリーを狙うと、バーを狙えば OK。 はい、残念、いかない。ということです。追加倒し、間近に150枚でも引かなかったです。本作ね、ピエールとの同時挑戦があるということで、ね、ピエールが出れば 50% で期待できると。約ね、間違ってたらごめんなさい。嬉しいよね、ぜひともベルにもつけていただきたい。ベルは 100% くらいでもいいんじゃない。おー、やっときたー。はいはいはい、だねー、いかんねー、ちくしょう。おい、200枚目残念、追加どうし、250枚、いっちゃったよ。名前何にしようかな。今回も応募しますよ、平定くん、せっかくなんで、もう狙っていきますよ、トップを。ねえ、やっぱ自分がつけた名前が主になってるってね、嬉しいよね、こう。あー、終わり。あー、胸胸。マジか、初打ちはダメだった。はい、残念、胸胸胸。まあでも後悔はしない。やっぱいち早くちょっとね、この台打ちたかったんで、しょうがないということで、ね、早速使い切れなかったコインを流したいと思います。えいえい、じゃあじゃら、17枚。はい、ということで今回の結果17枚、胸。はい、実戦終了、実戦終了ということで、ね、今回こちら、ドック総括店さんで実戦した機種は、北電子さんのみんなのジャグラー、打ちまして投資枚数が250枚、獲得枚数、いや使い切れなかったコインが17枚ということで、マイナス233枚です、ぶね。本来だったらですね、まあ、あの最初に抑えたニューアイムジャグラー EX、あっちの方がね、もうこんな感じだったんでね、あっちを打つのがセオリーなんですけど、もういち早くね、みんなのジャグラーを打ちたいね、動画にしたいっていうね、平天君のね、自分中心な考えでみんなのジャグラー打ちました。もうね、しょうがない、もう全然後悔してません、うん。まあ、次回はね、もし両方あったらもう間違いなく合成のいい方に行くと思いますけど、まあ、今回はね、特別ということで打ちました、うん、悔いなしということで、ジャグラー、そしてね、 ATART が楽しく出ちゃうこちら、ドック総加点参戦でをちょっとだけ、この動画が配信されたちょっと後ぐらいにですね、あのパチスロ AKB48 が、導入予定、そして、パチスロキューピー、牛乳瓶ですね、牛乳瓶でこうドーンってやるんですけど、わかんないか。まあ、ヘテク好きで見てたんですけど、そちらの、台がですね、最速導入ということで、ね、詳しい詳細は P ワールド、またはね、メール会員になって、あとヤフーロコパチンコとかもありますので、ね、チェックしてね、ぜひこちら、ドック総加点さんに来ちゃってください。あとですね、こちら、またね、8月2日金曜日、夏はやっぱりドックさんだよね、えいえいって書いてますね。じゃあ夏以外は来ちゃいけないんですかね。そんなことはないね。多分ね、この後もね、秋とか冬も呼んでくれると思うんでね、もうね、冬服ですから、冬も来いよって感じですけど。ということでね、どんな風に撮影してるのかね、興味のある方はぜひね、こちらドック総加点さんへ来ちゃってください。
今回僕は負けました。でも後悔してない。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は次回